自分で話すときはこんなに砕けた発音で言う必要は全くないですよ。ネイティブはこういう発音も使っているので、慣れておきたいですね。Hi、hey、guys, what's up? ニックです。今回のこの英語を聞き取れますかは g リ e e というドラマに出てきたセルフです。実は次は Walking Dead というドラマを使おうと思っているんですけど、今いいセルフないかなって探しているところなんですね。ちょっとまだ見つかってないので、 ままたグリーをやってみましょうそしてこのドラマの主人公であるフィンという素敵な男性はアメフト部にもいるしグリークラブもやってるんですね彼と同じようにアメフト部もやってるしグリークラブをやってる人がいてパッカーマンという人なんですねそして今回のシーンはアメフト部のコーチがパッカーマンはどこだって聞いてでその後のセルフが今回のフレーズです そして今回のフレーズは中からの二等がらしい編ですね。それでは早速聞いてみましょう。この英語を聞き取れますか？どうですか、聞き取れましたか？結構難しいですよね。次は字幕をつけてもう一回見てみましょう。どうですか、聞き取れましたか？二つの文を言ってましたね。 まずは、He said he had to miss practice today で、その後、He's working on something for Glee Club と言ってますまずは最初の文を見てみましょう He said he had to miss practice today と言ってます Practice は練習という名詞ここではアメフトの練習 Miss というのは欠席するですね He had to はしなきゃいけなかった He said 彼が言ったですよね今日の練習を欠席しなきゃいけないと言ってたと言ってますまずは He said he のところを見てみましょう2つ目の He の H が脱落してますねこれいつも出てくるポイントですよね He, him, his, her の H を発音しないことが 本当に多いですそして文の一番最初に来る「ひ」の「h」は脱落しないのが一般的ですなので最初の「ひ」は「ひ」のまま2つ目の「ひ」が「e」になっています h」がなくなって「e」になっていますねそしてそれが「セッド」と連結します連結はいつも説明してるんですけど子音で割る単語と母音から始まる単語が続くとそれが「 連結しますここでは D で終わる s i d そして H がなくなった HEE は母音だから s i d D と連結するんですね he said he と言います次は h a d to のところを見てみましょう D と T はとっても似た発音なんですよね同じところで作りますよね前歯の後ろの歯茎に下が触れますよねこう ta た、た、そして D も同じだね。だ、だ、だってほぼ同じ作り方なんですね。なので、ここでは D の口で終わって、そこから T なんですね。Had to、Had to になります。さらに、to がよくたになることが多いですよね。だから、ここは Had to にもなるし、Had t にもなりますこの2つの発音が一般的なんですけど、ここでフィンがもっともっと砕けた発音で言ってるんです。He had a と言ってます。T が完全に脱落してます。He had a なんですね。ジハダ a d He had a ですね。次は He said に続けて言ってみましょう。He said he had a ですね。いきますよ。He said he had a。もう一回。 ひせり肌ですねそしてさらに砕けてます Had to の H も脱落させて言ってるんですね H の脱落は主に He, him, his, her の減少なんですけど Have そして h a d もよく H が落ちたりするんですね他の単語はこのように H が落ちることはほぼないんですけど He, him, his, her そして もう少し珍しいけど、have, had も多いですね。それは、h を脱落させて、もう一回言ってみましょう。ヒセリアラですね。ヒセリアラ。もう一回。ヒセリアラですね。できましたね。いきなりこんな発音で言われたら、もう何言ってるかわからないですよね。何語って感じですよね。 had to には動詞の原型が続くので今からいろんな動詞を続けてさらにリピーティングのトレーニングをしてみましょう例えば、ひせりやら go home 帰らなきゃいけないって言ってたですねそしてひせりやら study 勉強しなきゃいけないって言ってたですねそしてひせりやら do overtime 残業しなきゃいけないと言ってたですね この3つをリピーティングしてみましょう。He said he had to go home.He said he had to study.He said he had to do overtime. ですね。できましたね。自分で話すときは、こんなに砕けた発音で言う必要は全くないですよ。一般的な発音として、He said he had to, もしくは、He said he had to. を使うのが一般的なんですけどネイティブはこういう発音も使っているので慣れておきたいですねその次の Miss Practice Today は特にポイントはないですね Practice は R を使っているぐらいですかねそれではこの文を全部言ってもらいましょう He said he had Miss Practice Today ですね行きますよ He said he had Miss Practice Today He said he had a mispractice today. と言ってます。グッジそして今の文をゆっくりスピードで聞いてみましょう。発音の現象がよくわかります。He he had said mispractice a today ?He said he had a mispractice today. どうですかわかかわりままししたた He said he had said と言ってましたね不思議ですよね。でも、こうやって喋っていることがよくあります。 そして次の文を見てみましょう。He's something working on something For Glee Club, Club は Glee Club のためにで、Working on something は何かをやってるという意味なんですけど、Work on は一つのことを集中的にやるという意味なんですね。 例えば上司にあの頼んだ仕事はどうなってるんだって聞かれて I'm working on it これはよく返す言葉なんですけど今頑張ってるところですという意味なんですね他にも I need to work on my pronunciation 発音を集中的に磨かなきゃいけないという意味なんですね実はこの最初の非の H がまた 脱落してるんですね。これは結構珍しいです。文の一番最初に来る日の H は脱落しないのが一般的です。結構珍しいですけど、ここでは発音してないんですね。だから、His Working じゃなくて Is Working に聞こえるんですよね。主語がない感じに聞こえるんですよね。そうすると、前の文は Today で終わってますよね。E という母音で終わってるんですけど、 それでまた、HIS の H がなくなって i s になるので、もう境目がないんですね。TODAY'S WORKING ON みたいに言ってるんですね。とっても聞き取りにくいですね。次は、Working ON の連結がポイントなんですけど、Working って NG で終わりますよね。その後、ON と母音から始まる単語が続くので、Working ON と言います。ここのポイントは、 w ワ k i n g on って G の音を作らないんですよよく聞く間違いが w ワ k i n g on なんですね Gon じゃないですよ w ワーキ n グ・ガン・ o n なんですわかりますか G で連結するんじゃなくてうんで連結するので Gon ン,ンになります w ワ k i n g on なんですね難しいですよ今からやってみましょうまずは NG の音でいきましょう うん、この辺ですよね。うん。うんですね。できましたかその後、gone, で、母音を続けましょう。ガン n e ですね。g o じゃないです。g じゃなくて、ng の不思議な発音で連結するんですね。次は working on でやってみましょう。working o n じゃないよ。working on。 なんですねやってみましょう。working on そしてもう一回 working on なんですね。できましたかそしてこの something の発音がえげつないです。本当に聞き取りにくいです。something と言ってるんじゃなくて some と言ってます。本当に,本当に砕けてますね。ほぼ some としか言ってないように聞こえるんですけど、実は若干間が空いてます。 喉の奥でなんかちょっと母音を切るようなイメージなんですけど、s o m e わかりますか ?some よりも s o m e なんですね。そして自分で話すときは、この発音を使わない方がいいですよ。ここまで砕けてない方がいいですよ。something と言った方がいいですよ。ただ、やっぱりネイティブの砕けた発音に慣れるために、 ここで何回か練習してみましょう。s u m s わかりますかちょっと間が入ってる感じですね。SUM じゃなくて SUM. みたいな感じ。もう一回言ってみましょう。s u m s ですね。できましたね。これ本当にえげつないですよね。難しいですよね。それでは He's working on something の部分を全部言ってもらいましょう。Is working on something ですね難しいですけど、頑張ってみましょう。Is working on something.Is working on something. ですね。難しいですけど、できましたね。次は for glee club を続けて全部言ってもらいましょう。Is working on something for glee club。もう一回。Is working on something for glee club。ですね。できましたね。本当難しいですね。 それはこの文も遅いスピードで聞いて発音ポイントを確認しましょう。どうですかわかりましたか ?His の H はなかったしそして Working on, on という連結だったしそして Something が一番驚くんだけど Some で終わってますよね。それは今回の2つの文を一緒に 遅いスピードで聞いてみましょう。最初の文は Today で E で終わってて、次は H がなくなった H e が E でまたなってるので、もう境目がないんですね。それをちょっと確認してみましょう。Uh, He's sitting at a m i p r a c t i c e today's working on something for Glee Club。どうですか確認できましたか次は普通のスピードで聞いてみましょう。Where's Puckerman?、Uh, どうですか最後は聞き取れるようになりましたかネイティブ同士の言葉って本当に聞き取りにくい場合がありますね。そしてここでボーナースポイントがあります。フィンがこの文を言った直後にアメフト部のチームメイトが意地悪を言うんですけど何と言ってるか見てみましょう。 is he working on his coming out of the closet speech or something と言ってます coming out of the closet は日本語で言う coming out なんですねつまりあの世間に自分がゲイであるということを発表することなんですね coming out の語源はクローゼットで隠れてる人が クローゼットから出ていくもう隠れるのをやめるという意味なんですね。でそれが今ではカミングアウトだけでそういう意味になるんですけどもともとはカミングアウト e c クロゼットという文なんですね。もうグリークラブにいる男は男らしくないという意味を込めてカミングアウトのスピーチを頑張って書いてるのかと意地悪を言ってます。ここでは out of が o u t と短縮されたりそしてこの人も something を some と言ってますもう some よりも,もう some しか言ってない感じなんですねその間の区切りみたいなものが一切ないですねを some と言ってますさっきと同じ現象だったからこれもちょっと見せたかったなと文の出だしを全然はっきり言ってないことが多いんですねだから What are you working on? みたいなことを言ってるんですね。これもゆっくりしたスピードで確認しましょう。サムって本当に不思議ですよね。そしてもう一回このシーンを全部普通のスピードで見てみましょう。Where's Puckerman?He、uh, said he had a mispractice today.He's working on something for Glee Club.Where's Puckerman?He said he had a mispractice today.He's working on something for Glee Club.He's working on this coming out of the closet speech or、some? s o m e t h i n g どうですか最後は聞き取れるようになりましたかネイティブの発音って本当に聞き取りづらいことが多いですよね。聞き取れるようになるためには自分もそういう発音で発信する練習をするということなんですけど自分がしゃべるときは常にそういう発音じゃなくていいですよ。ただそういう練習をするだけですね。 この道具がためになったなと思った人は是非「いいね」を押したりそして次回もお見逃しのないようにチャンネル登録もしましょうそれでは See you next time